皆さん、こんにちは。2020年はどの人にとっても我慢して辛い1年でした。誰一人快適な人はいなかったと思われます。そう振り返るのは女優の寺島しのぶさんです。私も本当に大変な1年でした。年明け早々トランポリンの柱に指をぶつけて骨折したんです。これは来るなと覚悟したんですねと語ります。実は謎の頭痛に襲われるようになったと言います。その原因についてのインタビューを引用しますが、その前にまずは寺島しのぶさんのこれまでの経歴を振り返ってみたいと思います。寺島しのぶさんは2000年に映画シベリア超特急2で映画デビューを果たしました。2003年に公開された映画赤飯十夜滝心中未遂に主演しています。背中一面に加療瓶牙の入れ墨を入れた姿を晒すシーンやセックスシーンなどがあり、母が止めるのを振り切って自ら出演を決め、仮想の暮らしを送る主人公をここではない世界へと誘う濃密な魅力を持った女涼を演じました。同年に映画バイブレータンに出演しました。こちらは偶然出会った長距離運転手のトラックに乗って短い旅をする女早川玲役です。フリーライターの仕事をするうちに他人の思考や言葉に精神を支配されていく霊が、男と体を交わすことで次第に解放され本能がほどけていく様を生々しく演じました。その後出演作が相次ぐほど引っ張りだこの状態の中、2020年は人生初の心身の異変に悩んでいたといいます。2019年1月に長らく看病していたフレンチブルドッグが旅立ちました。飼っていた2頭の犬がいなくなったのが今から思えば寺島しのぶさんの中でダメ押しだったような気がしているそうです。2、3月ぐらいからひどい頭痛が続き、更年期の自律神経の乱れかなとごまかしながら仕事をしていたそうですが、我慢できなくなり歯医者へ行きました。今までの頑張りで奥歯がほぼすり減っていて1本抜いたといいます。頭痛は一旦なくなりましたが、そこからコロナが始まったそうです。今まで1日3食作ることがまずなかったそうです。体の大きな夫が1日中家の中にいることもありませんでした。子供もストレスが溜まっていたため、いろんなものを壊したり、その毎日の繰り返しで体調に異変が起きてしまい、ついに起きられなくなってしまって、1ヶ月以上ずっとベッドで横になる日々が続いたのだといいます。イベント会社を経営している夫も仕事は全部キャンセルになりました。家にいる夫自身も辛いわけです。本来みんな外で元気にやって戻ってくるのが家族というもの、そのため家族では癒されないということなのでしょう。コロナ禍中の更年期の苦悩を語っている寺島しのぶさん、またひどい偏頭痛も始まったそうで、病院に行って MRI を取っても脳に異常はなかったそうです。つまりやはり精神的なものだったようで、ドクターストップがかかってしまいました。もともと寺島しのぶさんは役作りでもぎゅっと入り込む性格だそうです。傷口に塩を塗り込んで痛がっている自分が好きみたいなところがあるそうです。今までずっと走り続けてきました。自分を大事にしてこなかったようですし、過酷な減量をしたり、息子さんが生まれてからは睡眠不足のまま仕事をしてきたといいます。それがコロナになって今まで通りに行かなくなったことがストレスだったのでしょう。ついにオーバーヒートを起こしてしまったそうです。そんな時、いつ電話してきてくれてもいいからと救いの手を差し伸べてくれたのが4歳年上の鍼灸師のいとこだったといいます。今までみたいに体が動かない、どうしようと家族にも話せない悩みを打ち明けたといいます。するとそりゃ50歳近くにもなれば体もポンコツになるよ、でもまだこれぐらいで済んだんだから新しく発想の転換をしてけばいいんじゃないって言ってくれたのだといいます。これまでの人生このまま続けることも無理ではありませんでした。しかし人生はあと半分あります。ここから先まるっきり違う人間にならなくても少しは変えられるかもしれません。自己否定ばかりしてきた人生だったそうですが、自己肯定をするようにする、これを第二期の寺島しのぶだと考えて、もうやるしかないなと考え方の変換をしたそうです。
よく食べて寝てよく笑って人間的な生活を送る。今までやってきていないことをちゃんとやらないといけないと思い始めたそうです。いろいろ本を読み漁り、渡辺淳一さんの鈍感力を読み直したそうです。心と体が一致してないと絶対に健康ではありません。鈍感力を持つ人こそしたたかに這い上がれる力を持っていると考えたそうです。旦那さんが探してきた英語の瞑想のアプリにも助けられたといいます。ハピネスとかストレスレスなどレベルごとにその音を毎朝25分間ぐらい目をつぶって聞いていく。これは効果があったと述べています。息子さんの学校も始まり、夫も仕事に出て、二人がいない時間が徐々に増えました。寺島しのぶさんも仕事を少しずつ再開してからようやく体調も良くなってきたといいます。夫から仕事があるだけ幸せだよと言われて本当にありがたく感じないといけないなと思ったそうです。寺島しのぶさんは今日常生活を送る上でテーマを3点設けているといいます。1楽しむこと、2癒されること、3すっきりしたと思うこと。寺島しのぶさん曰く小さいことでいいんです。朝水を飲んで美味しく感じたことを楽しめるようにするとか、息子とも近頃は1対1でピンポンのように話し合うようになりました。 100% 聞いてあげて 100% 返すってすっごい疲れるんですがエネルギーをもらえます。最近では鬼滅の刃を一緒に見ました。ストーリーを分かろうとする私の姿勢が嬉しいらしく、ちゃんと説明してくれます。一生懸命喋っている彼が可愛いなと思えるようになりました。疲れているとそんなことも聞く耳を持てなくなってしまうんですよねと心境の変化もあったようです。さて、寺島しのぶさんは女優業を務めるとき普通の人とは比べ物にならないくらい役に入り込みます。俳優野村周平さんの明かしたエピソードをめぐりネット上に好感と推測が飛び交っています。野村さんは人志松本の酒のつまみになる話に出演し過去に演じたベッドシーンについて告白しました。撮影時に大事な部分を隠す前張りについてたまに外れる時ありますよねと裏側をぶっちゃけています。さらに過去に舞台でベッドシーンを演じた際前張りが外れてしまうハプニングがあったとも暴露しました。本当はたと言いかけるとあ、ごめんなさい、本当はそうなったらあかん役でと言い直した。曰く粘着力を超えてくるとのことで隆起がテープを剥がしてしまったのだというのです。これに共演の芸人たちは大爆笑し、フットボールアワーの後藤輝元さんはあの粘着力を超えてくると野村さんの力に驚愕していました。先日出版の写真集で国宝級のヒットを見せ世の男性にその力を与えたトリンドル玲奈さんも興味津々で耳を傾けていました。ちなみにその相手は寺島しのぶさんだったそうです。ネット上では様々なコメントが寄せられました。前張りの話最高やったな、野村周平くんがこんなに面白い子ってこの番組で初めて知った、好感度爆上がり、前張りに勝ったが面白すぎた、舞台でのベッドシーンで興奮して前張りが取れたって話を本人がしてるのやばいねと野村さんの好感度が爆上がり、さらに放送では明かされなかったベッドシーンのお相手を推測する動きも盛んになりました。結果的には前述の通り寺島しのぶさんでした。相手が寺島しのぶやったとは前張りの粘着力より勝った舞台が気になって検索したら禁断の裸体って舞台かも。寺島しのぶさんが相手役、相手は寺島しのぶだと思う。でも昔その舞台のレポート見たけど野村周平がたらいの中で3人のおばさんに体を洗ってもらう場面があってその方が際どいんだってといった声が散見されました。2015年、野村は禁断の裸体という舞台に出演。同舞台はタイトル通り官能的な作品で、なんと観客の前でベッドシーンが行われました。このお相手になったのが留置所の野村に暴行を加える男性キャストと娼婦役の寺島しのぶ、一体どちらで勝ったのかは分かりませんが体は正直になってしまったようです。
と演劇ライターは最後に締めくくっていました。ところで寺島しのぶさんが当時の市川染五郎さんの裏切りによって破局したことは有名な話です。それに対する寺島しのぶさんの怨念も同様に当時は話題となりました。ここまで恨みを募らせるほどになってしまった二人の関係は実に小学校時代まで遡ります。寺島しのぶさんの生家である尾上家と市川染五郎さんの生家である松本家は比較的近距離にありました。寺島しのぶさんと市川染五郎さんは小学校の同級生です。さらに彼の妹である松たか子さんとも友人だったといいます。自分と同じく離縁の家系に生まれた市川染五郎さんは寺島しのぶさんにとって最大の理解者です。やがて二人の仲は真剣交際に発展します。寺島しのぶさんが女優として伸び悩んでいた時代も常に市川染五郎さんが支えてくれていたといいます。そんな寺島しのぶさんは約6年間の交際中、30歳になったら大好きな彼と結婚するということを一切信じて疑いませんでした。ところが1997年には市川染五郎さんに6歳上の元女優との間に隠し子がいたことが発覚します。その時は全てを受け入れ交際を続行するも、2003年、市川染五郎さんが高校の同級生である資産家令嬢との婚約を発表したのです。寺島しのぶさんにとったら全く寝耳に水だった恋人市川染五郎さんの婚約発表でした。激しく憔悴するのも当然で、関係者が彼女が自らこの世を去ってしまうのではと心配したほどでした。その失意はやがて怨念へと姿を変え、市川染五郎さんの婚約会見から4ヶ月後、寺島しのぶさん自ら2人の関係を暴露しました。いかがだったでしょうか。今回は寺島しのぶさんについていろいろと調べてきました。この寺島しのぶさんと市川染五郎さんのトラブルには続きがあります。市川染五郎さんの結婚式が行われた2003年11月に合わせるかのように、寺島しのぶさんは手記体内時計を出版しました。この手記には離縁に生まれたことを含めたこれまでの苦悩や、遠回しな表現ではあるものの市川染五郎さんのことも書かれていました。これらが原因かどうかは定かではないものの、2014年、寺島しのぶさんの弟尾上菊之助さんの結婚式に寺島しのぶさん、市川染五郎さんをはじめ尾上家と松本家の面々が勢ぞろいした時でも、松たか子さんだけが欠席したことで彼女らの親友関係が破綻してしまったのではないかと噂されました。寺島しのぶさんと市川染五郎さんの関係云々よりも、幼少時代から容姿端麗と言われ期待を一身に集めた松たか子さんと比較される苦しみを味わってきたという手記の内容の方が、ひょっとすると二人が気まずくなった原因かもしれません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。